FM 丹波をお聞きの皆さん、こんにちは。森の京都プレゼンツ、知っとる伝統文化 in 福知山の時間がやってまいりました。放送は福知山市旭ヶ丘111番地にあります北関西 IIT メディアセンター3階の FM 丹波のスタジオから、森の京都プレゼンツ、知っとる伝統文化 in 福知山をお届けします。お相手は私、森の京都文化観光サポーターの近藤美希です。足立花です。最後までお付き合いください。森の京都プレゼンツ、知っとる伝統文化 in 福知山。このコーナーは福知山市に育まれている伝統文化を私たちの目線で取材し、ご紹介させていただくコーナーです。毎月最終週の木曜日に放送しています。足立さん、今年もイルミライト始まりましたね。はい、もう行かれましたか？この間連休に友達と行ってきました。あ、そうなんですね。はい、今年福知山城と新町商店街の2カ所で開催されていて、ちょっと時間の関係で新町商店街しか行けなかったんですけど、なんか上についてるライト、丸いライトが BGM に合わせてこう色が変わっていくんですよ。へー、赤、青、あとなんか虹色みたいな。素敵。なんか BGM ってどんな感じの BGM？ あ、なんか普段かかってるような曲じゃなくて、なんかちょっと宇宙的な。宇宙でもない、なんかこう、なんかこう ヒーリングヒーリングみたいな。なるほどなるほど、イメージつきます。そんな感じの、すごいなんかいつもと全然新町の雰囲気が違って。もう今年からですもんね。そうですそうです。いや、行きたい。なんかもうずっとやっててもいいんじゃないかなって思うくらい、ライトはもうあのまま、なんかカラフルなのでいいんじゃないかなって思うぐらい。レトロですしね、もともとね。行きたいな。うちのね、息子も中2なんで、はい、全然行ってくれないんですよ。残念。足立さん一緒に行こう。ぜひ、あのお城まだ行けてないので、はい、やった。はい、福知山イルミライト2022は10月10日までの金土日祝日開催、6時から9時まで福知山城と新町商店街でライトアップされます。入場無料で事前予約も必要ありません。皆様ぜひ有限の世界をお楽しみください。さあ、今回のしっとるは盆踊りです。ゲストには福知山になくてはならない無形文化財の一つ、福知山踊りの振興会さんをお呼びしてますよ。足立さん、福知山踊りといえばちょうど1年前のもう私たちの第1回目の番組に取り上げさせてもらいましたね。はい、なんか初めてのラジオで、もう初めての突撃インタビュー、こうめちゃめちゃ緊張してたのを思い出します。異常にガッチガチでしたよね。なんかそのインタビューに使う機会は近藤さんと合ってるよな、ボタン押せてるよなとか言ってなんかね、もう未だに恥ずかしくて聞いてないです。ちょっと私は聞くんが怖いですなんかそれから思うと私たちも成長させていただきましたね。はい、京都 FM 丹波さん、感謝です。ありがとうございます。さあ、では足立さん、復習も兼ねて盆踊りと福知山踊りのクイズいきますよ。ちゃんと覚えてますか？いや、記憶力に全然自信はないんですけど、気合で頑張ります。気合で、まあ、若いから覚えてますよ、はい。ではまず基本のクイズからいきましょうか。はい、番組をお聞きの皆様もぜひクイズにチャレンジしてくださいね。盆踊りのしっとるクイズナンバーワン。盆踊りは室町時代から始まったものであり、約500年の歴史がありますが、そもそもの由来は何でしょうか。1、神道が由来で神様をもてなすために踊ったのが始まり。2、仏教が由来で僧侶が念仏を唱えながら踊ったのが始まり。3、町民が夏の疲れを発散するために踊ったのが始まり。はい、1個目からちょっと全然わかんないんですけど、1。残念、答えは2です。まあ、盛り上げてくださるためにちょっとわざとっていう感じですかね。そうですね。はい、盆踊りの由来は仏教の念仏踊りだとされています。この念仏踊りとは、自分自身で念仏を唱えながら踊るもので、後に踊る人と念仏を唱える人が分かれた踊り念仏に発展したんですって。で、これらの民族芸能がお盆と結びつき、現代の盆踊りになったらしいです。
お盆にちなみ8月15日に踊って16日にご先祖様の霊を送り出すという流れです。なんか昔は16日の朝になるまで夜通し踊ったらしいですよ。夜通しね、元気すぎませんか。元気ですね。あの多分ね、もうこう今の世の中ってすごい複雑じゃないですか。こう娯楽がいっぱい。昔は仕事かもう踊り。YouTube とかないですもんね。もうないですよ。だからもう全体力とこう精神をこう踊りに捧げたんじゃないですか。踊りで発散で、はい、なるほどね。すごいな。すごいですね。では続いて盆踊りのしっとるクイズナンバー2。盆踊りは全国各地で踊られていますが、さて一体いくつあるでしょうか。1500 2000 3、ありすぎてわからない。でも地域にそれぞれあるって考えたら1000ぐらいありそうなので2。答えはごめんなさい3です。ちょっとクイズを作っておきながら分かりませんでした。あの500とも1000とも言われてますし、あの多分町の数だけ盆踊りもあるんでしょうけど、うんうん、伝統的な盆踊りはもちろん、なんか今って現代風にアレンジされた盆踊りもできてきて、なんかね、清のずんどこ節、うん、ドラえもん音頭、うん、ダンシングヒーロー、うん、ボンジョビなどの音楽でも踊られてるそうですよ。なんか私ね全部知ってるんですけど、足立さんこう曲とか知ってますか。ちょっとボンジョビだけ名前は聞いたことあるんですけど、うんうんうん、音楽は一切浮かんでこない。まあ確かに私もボンジョビは知ってるけど何の曲で踊るんですかね。なんか現代的な盆踊り、ちょっとそれはそれで楽しそう、ね、ですよね、うん、なんか私洋楽だけ聞くんで、うんうん、あの浴衣着てこうエドシーランとか、おしゃれ、ちょっと踊りたいな。めっちゃいいですね。それでもね、ちょっと作りたいですね、うんうん、はい、では盆踊りのしっとるクイズナンバー3。さあ日本の三大盆踊りといえば何でしょう。私この夏ねツアーコンダクターの資格取るために研修に行った時にね試験に出たんですよ。なんか足立さんも旅行業務取扱管理者の資格取るために勉強しているはずですよね、はい、ではノーヒントでお答えいただきましょう。私あの9月に試験が終わって、あの基本的に詰め込み短期記憶人間なので本当に自信がないんですけど、はい、はい、阿波踊りと郡上踊りと西門内の盆踊りで、なんか地域とかはちょっと聞かないでください私に。あのでも正解ですよ。 ありがとうございます。さすが、素晴らしい。これちょっと受かってますよ今年はね。ちょっと危ういんですけどあの答えはね、あの場所も言いますと徳島県の阿波踊り、うん、秋田県の西もない盆踊り、うん、岐阜県の郡上踊り。なんか郡上踊りってお盆の間4日間ずっと朝まで踊り明かすらしいですよ、うん、ちょっと死人が出るんじゃないですかねこれ。私やったら死んでますね。ですよね。1日でもちょっと危うくないですか。今もやってるんですかね。だと思います。ちょっと見に行きたいですね、うん、岐阜まで。はい、あの足立さん実はねこの盆踊り海外でも踊られてるって知ってますか。マレーシアでは今年3年ぶりに盆踊りが開催されて、地元の人や現地の日本人約5万人が参加したそうです。なんか世界では最大規模の盆踊り大会だそうですよ。他にもハワイ、カリフォルニア、ブラジルでも開催されてるんですって。なんかそう聞くと一気に誇らしくなってきましたよね。なんかだって5万人ってすごくないですか。なんか福知山の半分以上、福知山の人口の半分以上ですよ。カボン踊り踊ってるってねえ、ちょっとマレーシアすごい尊敬してくるな行きますか見に。ちょっと仕事と称して行きますかハワイで。ハワイ、はい、いいですね。よろしくお願いします。はい、じゃあ、これを聞いているあの上の方よろしくお願いします怒られそう、はい、では盆踊りのしっとるクイズナンバー4。さあこれからいよいよ福知山踊りのしっとるです。盆踊りには欠かせない楽器を使って演奏される
地方さんですが、福知山踊りの演奏では太鼓、三味線の他にあと一つなくてはならない楽器があります。それは何でしょう。1、鼓。2、笛。3、尺八。ではまずこの番組をお聞きの皆さんにもちょっとリスニングクイズです、うんうん、音声をちょっと流すのでどの楽器が入ってるか当ててくださいね。では音楽スタート。どっこいせどっこいせ、ちょいちょいのちょいのちょいのちょい、どこどっこいどっこいどっこいせ、ふくはい、足立さん聞き取れましたか。はい、音楽をまあ聞いても聞かなくてもちょっと私は知っていたんですけど、す、ね、はい、答えは尺八3です。正解。尺八やっぱり締まりますよね、うん、いいですよね。いいですね。これね、ちょっと私ね、多分おじいちゃんの、うん、亡くなったおじいちゃんのお家に尺八あるんですよ。おー、ちょっと取って来てやろうかなって思ってるんですけど、なんかお母さんにそんなもんできるわけないやろって言って、なんか10年もかかるわって褒められて、すっごい言われてちょっとなんかはってなってるんですけど、でもやってみないと分かんないんで。え、かっこいいですね。ぜひご入会を踊りはできないけど尺八ならできそうな気もしてきました。ぜひお待ちしております。探しに行きます今晩、はい、はい、では盆踊りのしっとるクイズナンバー5。福知山といえば福知山踊り、はい、福知山駅前に福知山踊りを踊る像がありますね、うん、いや私じっくり見たことないんですけど、当たり前にスルーしてましたけど、うん、そんな像が福知山踊りの会場となる広小路にもあります。一体像は何体あるでしょうか。これもノーヒントですよ。ノーヒント。うーん、なんか見たことあってもちょっと数えたことなかったんですけど、まあ10体ぐらいですかね。答えは16体。うーん、もうピンときましたよね。あ、16体、はい、16は福知山踊りの手振りの数と一緒ですね。素晴らしい、さすがです。おめでとうございます。福知山振興会さんに入会の許可を近藤から差し上げます。近藤さんからいただけるんですね。そうです。ありがとうございます。はい、ということで今日は福知山踊り振興会の理事でいらっしゃいます上村武子さんにお越しいただきました。上村さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では上村さん、まず最初に福知山踊りの歴史を教えてください。はい、今から400年以上前の1579年頃、明智光秀公が福知山城を築く際、領民たちがどっこいせどっこいせと石材や木材を運ぶ際に手振り足振り面白おかしく踊り出したのが始まりと言われています。この明智光秀公は領民を愛し、領民に愛されたからこそ400年以上もの間どっこいせ踊りが受け継がれてきたのではないかと思います。その後踊り継がれているうちに舞踊的な要素が加わり、現在の福知山踊りの形になり、現在では福知山市指定の無形民俗文化財になっています。じゃあ昔とはちょっと形を変えながらここまで受け継がれてきたっていうことなんですね。はい、そうです。はい、400年も素晴らしいです ね、 ですね、はい、歴史が長いです。はい、ありがとうございます。はい、では、福知山踊り振興会さんの歴史 と現在何名ほど所属しておられるのか教えてください。はい、昭和55年7月に結成されました。福知山踊りを継承する人材の育成を目的に立ち上げられたと聞いています。以来福知山振興会のどっこいせフェスティバルは毎年8月の第1土曜日に行われています。今年もコロナ禍ではありますが、規模を縮小し第41回どっこいせフェスティバルを行いました。会員は約70名余りで、踊り部としましては17名です。近年コロナ禍で一般市民の皆様に福知山踊りを知っていただく機会も少なく、会員が増えないのが頭の痛いところです。
地道にコツコツと出演や指導を受け続けていくことで、一人でもたくさんの会員が増えるように頑張っていこうと思っております。こうお話聞いて70名って聞くと結構多いのかなって思うんですけど。いいえ、私が入った当初から今と半分以下ぐらいになっております。当初140名以上おられたと思います。140名、はい、140名、はい、そうまとめるのも大変ですよね、うんうんうん、そう聞くとじゃあ70名はかなり減っております、はい。まあ、人口自体がやっぱり子どもが少ないからですかね。はい、はい。じゃあ今日のね番組を聞いてこうぜひたくさんの方に興味を持って、ね、一人でもたくさん、はい、はい、では、次の質問いきます。上村さんが福知山踊り振興会に入られたきっかけを教えていただけますか。はい、入社してすぐに会社が夏の盆踊りに毎年連を組んで出る習慣があることを知り、当時の先生方に指導に来ていただいていました。私も毎年習っているうちに社員に教えることになり、だったらもう少し詳しく踊りを覚えようと思い入会したのがきっかけです。また私も幼い頃日本舞踊を習っていて、その先生に福知山踊りも教えていただいていたので、馴染みのある踊りだし踊ることは好きなので今日まで続けてこられました。はい、やっぱりあの上村さんの踊りってすごい綺麗じゃないですか。めちゃくちゃ綺麗やかで、うん、こう踊りの基礎がやっぱりあったからなんですかね。どうですかね好きならではこそかもわかりませんが、そうだよ、はい、なんか私らこうなんか雑ちょっとまだまだもう足元にも及ばない、ね、はい、ちょっと日本舞踊も習ってなんかダブルでちょっと練習していったら。そうですよね、うん、でも逆に踊りをこうされている方とかぜひ福知山踊りの方にも興味を持って ね、うんうん、そうですね、確かに来ていただきたいですよね、はいはいはい、そうなれば嬉しいですね、はいはい、では1曲挟んで後半に行きたいと思います、はい、番組後半になりました。本日は福知山踊り振興会の理事上村武子さんにゲストにお越しいただいています。上村さん、福知山踊り振興会さんはどういった活動をされているんですか。はい、私たちの推奨します踊りは成長福知山踊りです。基礎であるこの踊りの伝統を今後も引き継いでいくために、下は3歳の保育園児から小学校、高校、上は90歳を超えられる方までの指導や福祉施設を中心に講師を派遣し、さまざまなイベントの踊り出演や指導をさせていただいております。近くには9月29日長岡京音頭保存会の皆様がどっこい生研修ということで来られます。また11月10日には全国小学校家庭科教育研修会にて踊り出演夫の依頼が入っています。さらには11月19日には市民研修全国大会にも出演依頼が来ています。このように依頼があることは大変嬉しく頑張らなければいけないと思っています。なんか保育園から90歳までですか。はい、はい、幅広すぎる。すごいですねもうよちよち歩きからもう福知山踊り踊れるっていう、うん、90歳の方男性なんですけれども、はい、踊られててね、はい、元気になられました。あ、ずっと行くうちに1年間こう、はい、あの定期的に行ってたんですけれども、はい、あの最初は歩くのもおぼつかない方だったんですが、うんうですね、もう最後には10分15分もっと踊れるっていう感じで続けて、はい、で歩くのも元気になられて、はい、楽しくもう終了してもまだ踊りたいことで練習されてたようです、はい、そうなんですね、はい、そういうエネルギーもあるという。なんかね福知山踊りって認知症予防にも効果があるってこう実証されたんですよね、はい、そうです、はいはい、すごい元気の源ですかね。今から踊っとかんといろいろ脳に、ね、だってこうやっぱ体にもいいし、うんうんうん、16手振りあるから覚えないといけないし、うん、で楽しくできるって、うんうん、素晴らしい、ね、それにこの引っ張りだこじゃないですか、うん、なんかこう私盆踊りって夏のイメージだったんですけど、その秋からもお忙しいんやなと思って。年中と言いますかね、はい、あの考えますと依頼があったり、へー、
ありますので、ね、私たちは踊ってる感じになりますね、夏だけじゃなくて。あ、そうなんですね、はい、なんかやっぱ地元の、ね、ものにしたらこう夏だけこう忙しいのかなと思ってましたけど、こう福知山外に発信もされていて、長岡京、はい、はい、すごいですね。長岡京は他の踊りをされている会の方に、踊り保存会ですのでね、長岡京の伝統ある踊りをされてたりっていうことですよね、うんうん、はいはい、はい、その方に福知山踊りを、そうなんです、覚えたいということでね来られます。そういう交流いいですね、はいはい、なんか全国に盆踊り校保存会みたいなのがあるんですかね。 あるかと思いますよ。あの、ね、全国、そうそうそう、踊り、あの東京でドームで あのありましたね、踊りの祭典、はいはい、あれがもう盆踊りの自粛されている全体の方が出られるからね、うん、そうなんですね、はいはい、なんか私たちが知らないだけで、うん、すごい活発に活動されてるんですね、うん、そうですね、はい。上村さん、海外公演もされたことがあるとお聞きしたんですけど。あ、そうですね、私は行ってないんですけれども、はい、みんな踊らさせていただきました。なんかやっぱりじゃあさっきの海外でも踊られるっていうのは本当だったんですね、うんうんうん、そうなんです。なんかちょっと仕事で行きたいですね、うん、取材できんか、今年は行けませんか。本当ですね、うん、はい。なんか最近はそういう依頼はないんですか、海外系から。そうですね、今のところ聞いておりませんね、はい、まあ、以前には京都駅で踊らせてもらったり。京都駅で、はい、へえ。でそこでは外国人の方が見ておられて、編み傘興味があってくださいって言われたりね、そういうこともありましたね。やっぱこういう傘、海外の方にとってはすごい魅力的なんですか。そうですね、はい、へえ。なんかイギリスでもこうビッグダンス、はい、っていうお話がなんか聞いたんですけど。はい、ですね、そうですね、また後で出てきますけれども、イギリスの文化のオリンピックの一環行事でビッグダンスの中で福知山踊りをワークショップという中で取り入れたいという依頼がありましてね、うん、はい、そこでビデオとか DVD、CD をね送らさせてもらって、うん、踊られてると聞いております。はい、すごい海外に注目の福知山踊りですよ。もうそれもう私たちも行きたい。またここでお願いせんと、ね、DVD をこう私に行く行きたいです。はい、いや素晴らしいですね、本当ですね、うん、はい、ありがとうございます。では上村さんが思う福知山踊りの魅力ってどんなところですか。はい、3つを掲げたいと思います。まず一つ目は、伝統ある福知山踊りは福知山市指定の無形民俗文化財になっていて、日本一難しい踊りであるということです。と言いますのは、振り付けが16もの手数で構成されている複雑な踊りで、これだけの振り付けがあるのは大変珍しく数少ない踊りということです。長年愛され続けてきた踊りですし、これこそが福知山踊りの魅力ではないかと思います。二つ目は、難しい踊りであるがゆえに脳の活性化や認知症予防に大変効果的と科学的に実証されたことです。こうした取り組みがインターネットや口コミで広がったことがきっかけで、先ほどで言わさせてもらってましたが、ロンドンでも踊られ、イギリスの文化オリンピックの一環行事ビッグダンスの中で福知山踊りをワークショップとして取り入れたいと話があったり、魅力ある踊りだと思います。3つ目は、舞踊的な要素が加わっていて優雅な踊りであるということです。他府県の踊りを思い浮かべていただきますと、手振りが少なく結構速い動きの踊りになっていて、元気な踊りになっているかと思います。その点福知山踊りは16の手振りがあるがゆえに、ゆっくりで優雅な踊りになっていて、老若男女が幅広く気軽に踊れるところだと思います。
確かに他の盆踊りって結構早いですかね、ジャンジャランジャンジャランジャンジャランジャンみたいなイメージがすごくあります。そうか、あんまりなんか他の盆踊り聞かないから分かんなかったですけど、手振りが2つだったり3つだったり阿波踊りした確かに2つですよね。そうか、というそう、じゃあ16って相当多い。そうなんです、だから難しい、でもね、やっぱりこう練習してマスターした時のこう、ね、達成感と芸術としてのこう、ね、踊りっていうのもあるってことですね。綺麗ですもんね、なんかいや綺麗、わあ、なんかすごいこう新たな福知山踊りの魅力を誇らしい、はい、あの見つけましたね、ありがとうございます、では質問5つ目です、福知山踊りを実際に体験や練習できる場所はありますか。はい、毎月第1、第3木曜日に純明小学校体育館をお借りして教室を開いています。体験希望のある方は現在教室を開いている体育館に来ていただくことですかね。将来誰でもが体験できる場所ができればいいなと思っております。ああ、私さん、そういえば、なんか体験会行かれるっていう話してなかったでしたっけ。はい、あの実はこの間から練習をさせていただいておりまして。あ、そうなんですね、ご入会決定。あ、そうですね、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、もう行かれたんですか体験会。一度あの地方の練習、地方希望の方も、私は踊り希望で入ったんですけど、もう一緒にこう練習させていただく場所、場があって、そこで練習させていただいたんですけど、はい、どうでした。難しかったですか。難しい。まあね、1回目でできたらこう、ね、練習会の意味がないんで、はい、まあ、徐々にということで、やっぱ手と足が一緒にっていうのがなかなか、多分地元の方もあんまりこうやったことがないというか、足も一緒にっていうのは。そうですよね、はい、やっぱ出張イベントではどうしてもこう1回であったりで、本番の盆踊りはまあワイワイと楽しくやるメインですもんね。いや本当私はあのどっこいせフェスティバルに自分が出てる感覚で真剣にやってたのですごい、あの多分ね、今日この番組を聞いて、はい、すごいこう興味を持たれてるけど、ちょっとこう、まあ、いきなり入会はちょっと不安だわというか、はい、まあ、気軽にこう見てみたいとかもあると思うんですけど、あのどんな感じですか、あのその練習会ってめっちゃスパルタで、ここが違うってやり直しとかあるんですか。いや、あのめちゃくちゃ優しいです皆さん、本当にちょっとほっとしました。はい、いや私も最初ちょっと先生スパルタやったらどうしようって思ってたんですけど、いや本当になんかこう、もうあめっちゃ失敗してたんですよ正直、はいはい、けどもう大丈夫よって声かけてくださって、ちょっと温かい感じで、はい、本当にありがたかったです。はい、あの年齢層的にはどうですか、こうすごいこう年齢層高い感じのイメージがあるんですけど。いや、まあ、その時に来られてた方、まあ、地方の方もおられたんですけど、私と私の一個下の方とちょっと年齢は分かんないんですけど、でもそんななんか年齢層高いばかりっていうわけでは、はい、全然そうですね。でその時あの、まあ、ちょっと人数が少なかったんで、もうマンツーマンで教えていただいて横についていただいて、いいですね、はい、あのありがたかったです、はい、上村さんどんな感じなんですか、こうあの体験会の方とか練習会は、こういろんな年齢層の方も。そうですね、はい、あの以前は男性の方もおられましたし、はい、あのまあ、続けられるっていうのはなかなか難しいかと思いますけれども、はい、あの結構年配の方も来られてます。はいはい、まずは気軽に ね、 そうですね、やっていただいて、はい、本当に1時間あっという間やったんで、結構すごく楽しく終わりました。あ、ね、はい、あのまあ、踊りをまずやってみて、でもちょっと私尺八に惹かれるわとか、太鼓やってみたいっていう方の練習会もあるんですか。はい、それがあのこの9月の、はい、この2回の練習なんです。はい、ちょっとこう試してみるかっていうか、はい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 、でもしあの地方さんやれてて、まあ、踊りもしたいなって言われる方がありましたらね、あの今います純明小学校体育館へあの6時半から来ていただけたら、あの踊りはさせていただきます、指導はさせていただきます、はい、じゃあ まず踊りを知って、はい、音楽を聴いて、はい、
っていう感じですかね、はい、流れ的には。それと会員に入りたいって今初めて来られる地方さんでもね、はい、まあ、これは二刀流って言いますか、あまり関心はしないことではあるんですけども踊り行って、踊りが木曜日ですから、はい、踊りを行って三味線したりとか、太鼓したりしたいなって、また太鼓に月曜日行ったりとかっていう方もおられます、はい、福ちゃんも踊り付け。そう、私もちょっとそれ二刀流誘われたんですけど、ちょっとさすがにまずは踊りからっていうので本当ですね時間のある方はまあね、うん、はい、していただいてもね、パワフルな方はぜひ、はいはい、そうですね、はい、はいはい、ありがとうございます、はい、では最後に福知山踊りに対する思いをお聞かせください。はい、今後はどっこい生の町福知山と掲げられていますこの素晴らしい福知山踊りを次世代の若者に伝えていくという意味でも活動は続けていきます。その中でまずは福知山市内の全小学校が学校教育に取り組んでいただけるようになればと願っております。それちょっとサポーターもすごいサポートしたいですね、うん、はい、ぜひぜひ。そういうシステムができたらいいですよね。そうです、どこの学校も。それはとても大切なことですね。今は純明小学校がね、その教育の一環で取り上げていただいて、うん、毎年行かさせていただいてますけれども、全小学校がそうしていただけたらね、はい、とってもありがたいことですね。ぜひサポート頑張りましょう。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。本日は福知山踊り振興会の理事上村武子さんにゲストにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お送りしてまいりました森の京都プレゼンツ知っとる伝統文化 in 福知山、いかがだったでしょうか。足立さん、福知山踊り講習会20210月からいよいよスタートですね。はい、私踊りマスターになるんで見ててください。応援してますよ。はい、ありがとうございます。10月から福知山踊りは第1、第3木曜日6時半から純明小学校体育館で、地方は第1、第3月曜日7時から交流プラザで開催されます。皆さんぜひご参加ください。私と一緒にマスターになりましょう。はい、なんかちょっと見てみたい、一緒に足立さんとやりたいわっていう方はね、文化観光サポーターのインスタグラム、フェイスブックからメッセージをお気軽に送ってくださいね。お待ちしております。はい、ではまた来月も福知山のしっとるをお届けしますよ。お相手は森の京都文化観光サポーターの足立花、近藤美希でした。